この封、絹糸、やはり父様はこのお屋敷に。 ええ、きっとお屋敷の方々に尋ねれば行方が知れましょう。けれど。 お屋敷は何やら心配は無用。さあ、うつき、参りましょう。 気をつけていただかないと。<笑>大したことはありません。それより今あちらに誰か見てきましょう。戻るまで動いてはなりませんよ。
どうして急に？姉様？
みんな死んでしもうた。そう。みんな死んでしもうた。生きておるのは姫様くらい。今も生きておるかな。
無事か？大丈夫です。危ないところを。私、この裏手の神社に住む Utsukiと申します。昨夜だ。なぜここへ？父様を、神主をしている父を探しに、姉様と二人山を降りたのですが、はぐれてしまったのです。だがこのようなところに一人では危うい。私が守ってやれればよいのだが。そうだ、これを使うとよい。父様の、父の使う符とよく似ております。そなたの父上、確か神主と言ったな。これを父より授かったものです。何かの折に役立つやもしれませぬ。 ありがたく受け取っておこう。では気をつけるのだぞ。はい。ザクヤ様も。Thank you.
Utsuki か? Kureha はどうした? 姉様は? あの歌に惹かれて、どこかへ。私の娘、心配はいらん。それよりもお前にこれを渡しておこう。わしにはやらねばならぬことがある。クレハのこと任せたぞ。クレハが心配なのではなかったのか。さあ、行け。何をほうけておる。クレハを探すがいい。
Yeah.
お屋敷のこの有様、何があったのでございますか。わらわには何も。ただいつの頃からか夜になると歌が聞こえるようになり、屋敷には病が流行りだし、病にかかった者どもが夜な夜な屋敷の中を、そして歌が聞こえると殺された。